念願の GS9 クラブ入れました。このチャンネルは私、平成元年生まれ無許可がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます、金むく持ってるけどね、というところでございます。はい、本日につきましては念願のね、グランドセイコー GS9 クラブ、こちらの方入会することができました。まあちょっと初めね、私もね、どういう風に入会するのっていうのがありましたので、まあ入会の仕方、その辺とまあちょっとね内容について話していきたいなと思います。はい、このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに私がね、GMT SS マラソン中でございます。途中にね、こう白樺畑とかね、いろんなものをね挟んでますけれども、一直線で GMT に向かっていきたいなという風に思っております。まあいろんなね時計情報をシェアしますので、ぜひ皆さんムケムケ OK の方よろしくお願いします。はい、GS9 クラブですね、グランドセイコーをね、買った人が入れるこのね、まあ、メンバーズクラブという風になるんですけれども、はじめねどういう風にして入るのかが分かりませんでした。とりあえずね、この白樺買ってねすぐ入れるのかなと思ったんですけれども、入れませんでした。まあ理由としましては、これねギャランティーカードがないと、入会することができません。ギャランティーカード届きましたよ。ね、だいたいまあ、1、2週間ぐらいで、このギャランティーカードがね、届きまして、で、ちょっと今これ見せれないんですけれども、まあ、裏の方にね、いろんな番号があります。その番号を入力することによって、このね、グランドセイコーマスターズクラブ、GS9 クラブに、入会することができるというところであります。まあはじめね、こちらのね裏に書いてある番号をね、入力しまして、もうそれ以降はねもう非常にね、簡単でございます。もう普通に住所とか、まあその辺入れてもらって、まあ別に何も難しいことがないというふうになっておりました。まあね、今ね11月30日までに入会すればね、このねいろんなウォッチスタンドだったりとか、これなんかお酒ですかね、白樺炭酸水しらせ飲みたい飲みたい飲みたいねとか、まあまあまあなんかねこうジンとかがね当たるというところになりますので、これね私もう入りましたので、もしかするとこれ当たるかもしれません。これについてはまあ動画でねまたねアップデートしていけたらなというふうにも思っております。でまあね、ログイン後はね、まあいろんなね、まあちょっとこれ多分見せれないと思うんですけれども、いろんなあの時計にまつわる記事ですね。まあこれね、あのグランドセイコーだけじゃなくてね、他の時計の話とかもね、ちょっと載ってたりしますし、まあやっぱそのね、グランドセイコーの時計の情報ですね、そういうのがあって非常にね、テンション上がるあの内容になっております。で、私がちょっとね、あのやっぱ感動したのがね、このマイウォッチ登録でございます。これね、あの自分の時計をこれ白樺買って何日間一緒にね、過ごしましたみたいな、要はこの時計買って何日今経過してますみたいなのがわかるんですよ。あれ結構ちょっとねテンション上がりました。でその下になんか写真を投稿するようなとこがあって、まあその写真についてはあの他の人には公開されませんみたいな感じで、まあや、まあこのグランドセイコーの時計との思い出をね築いていくような、そういうねサイトの設定となっているというところでございますね。で、まあ、同封されてたね、封筒の中には GS9 クラブのご案内、これ入っているんですけど、まあ、他のこともね、結構できるんですよ。はい。まずこちらですね、GS9 クラブイベントのご紹介。なんかいろんなイベントがあるというところですよ。これ行きたい。これも行きたい。そして、ね、これはめっちゃ行きたい。これ本当に取材したいんですけれども、できるかなぁ。ちょっとわかんないんですけど、GS9 クラブファクトリーツアー。ほら。これマジ行きたいでしょ。本当にね、時計の内部ね、触りたいでしょう、これ。なんかね、一時期、これ、私電話したんですけれども、今コロナでね、ちょっとね、中止しているっていうところがあるんですけれども、まあ徐々にね、また始めていきますっていうのがありましたので、まあこういうのもありますというところです。あとはね、雑誌とかもね、これね、もらえるみたいな話ですよね。まあ、ウェブサイトにもあるんですけれども、まあ、年2回発行のね、GS9 というね、あの雑誌。そういうのもね、今後もらえたりすると。で、こちら、GS9 クラブの会員様のプレゼント。さっきのあの、ウォッチスタンドとかの話ですね。はい。そういうのができますよ。そして、この下のマイウォッチ登録。さっき言いました。年月が分かったりするやつ。はい。こういうのがね、GS9 クラブとしてあるというところでございます。
いやー、でもね、本当になんかね、素晴らしいサービスだなというふうに思いましたね。本当にこのグランドセイコーのね、時計をね、本当に愛してほしいんだなというところをちょっと思いましたので、まあ、今後、この GS9 クラブでね、いろいろあった出来事とかね、どんどんね、この動画で上げていけれたらなというふうに思ってます。来年から私ね、もうめちゃくちゃ暇ですので、雫石にも行きたいですし、ね、いろんなところにね、たいなというふうに思っております。もし皆さんね、興味ある方は今のうちにムケムケ OK の方してもらってね、見逃さないようにお願いします。はい、そんな感じで本日 GS9 クラブこちらね、ちょっと入会終わりましたよというところのね、話をしました。私のね、視聴者さんの方もね、GS9 クラブ入られてます。まあいろんなイベントに行った時に、今白樺つけたこんな顔のやつがいた、ぜひ皆さんお声かけください。そんな感じで本日 GS9 クラブの話、してみました。まあ、こんな感じで、いつも、時計情報をどんどん上げていきますので、皆さんぜひね、ムケムケ OK の方よろしくお願いします。はい、またどんどん動画上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。ではまた。